サワラビ号、いすズ TSD40 サワラビ号は、かつて国際工業バスが運行していた、ボンネットバスである。1997年、国際工業と、名ぐり村などが、観光資源を検討する過程で、ボンネットバスを運行する運びとなり、グループ会社である、岩手県交通にて保管されていた、ボンネットバスが目をつけられた。 車両は1966年製造のイスズ TSD40 で、前述の通り、岩手県交通で1991年まで、牧場号として、小祝農場への路線で使用されていた2台のうち、状態の良かった1台であった。引退後は、同社営業所で保管されていた。運行開始にあたっては、約400万円の費用をかけて整備された。整備の内容は、 座席のリクライニングシートへの交換、ワンマン機器の設置などであった。塗装は当時の国際工業路線バスと同じ塗装になり、側面にはサワラビ号のロゴが入れられた。配置は名り村方面への路線を担当する反応営業所となった。愛称は公募で決定した。1997年9月23日から運行を開始した。運行開始当日には、 出発式も行われた。運行期間は3月から5月9月から11月の土休日で、1997年度は名号まで、1998年度以降は愛称の由来でもある、名繰村のソニエ温泉、沢ワラの湯までとなった。ワンマン機器が設置されていたため、一般の路線バス同様バス共通カードが使用できた。また、 一般の路線バス同様貸し切ることができたため、バスファンによる貸し切り運転なども催された。都電荒川線で胴体保存されていた六線型や秩父鉄道の SL 列車との並びは、鉄道雑誌上などで話題になった。沢ラビの湯や有馬のダムへ向かう観光客やハイキング客に、親しまれてきた沢ラビ号であったが、2003年に8、 都県市ディーゼル排気規制対策が取り行われることとなったため、以降は運転ができなくなることから2002年5月26日の運行を最後に引退した。同年6月9日には、さよならイベントが行われ、西東京バスの夕焼け小焼け号などとともに、奥多摩方面へ、ラ並号としての最後の運行を行った。山梨交通イスズ TSD40 引退後は、 系列会社である山梨交通に譲渡された。譲渡時に湾岸設備の撤去、1950年代前半までの山梨交通バス塗装への変更が行われている。2003年8月の懐かしのボンネットバス運行イベントから活躍を開始した。現在も胴体保存者としてイベント時などに登場する。その他多数登記は新統合として、 スキー場への路線で活躍した。もう一台は2001年に高知県の土佐電気鉄道に売却された。ありがとうございます。